皆さんこんにちは。レクセン理工士の海野と申します。今日はですね、2018年の司法書士試験に短期で合格されました、合格者の久保田さんをお呼びして、久保田さんのですね、合格までの軌跡をちょっと伺ってみたいと思います。早速ですが、久保田さん、どうぞ自己紹介お願いいたします。はい、よろしくお願いします。久保田と申します。私ですね、2015年の、行政書士試験を、その時独学で、1年ほどの勉強で、合格いたしました。その後、司法書士試験に、移っていきまして、2017年、それから2018年2回目の、受験で合格いたしました。ずっと仕事をしながら、働きながら、勉強をして、行政書士の時から司法書士取るまでですね、ずっと働きながら、2つの試験、合格取得してきました。久保田さんは行政書士の時、はい、独学で、はい、その後司法書士にステップアップされて、はい、司法書士の勉強も1年半ほどは独学で勉強されて、そうですね、初めは、独学で、11月に行政書士の試験がありますと、でそこで合格をして、そこから次の司法書士の試験、まあ、7月なので半年ちょっとしかなかったもので、そこでは受けてないんですけども、行政書士の後1年半ぐらい後ですねの、7月の試験で1回目、そこまでは独学で勉強してきました。でそこでちょっと独学は厳しいかなと思われました。そうですね、まあ絶対に不可能だという感じではないと思うんです。ただ、どうしてもやっぱりその短期間で、1年2年での合格っていうのはやっぱり独学ではどうしても難しいのかなっていうのがその時の感想でした。それでレックに来られて、はい、でそして、まあ、実質にその後1年ですよね。そうですね、受けて1年で、昨年の2018年に合格ということで、はいはい、行政書士からなぜ司法書士にステップアップしようと思われましたか。はい、そもそも初め行政書士を受ける段階でも、将来的に司法書士受けるっていう心づもりは多分そこではありました。まずはその、働きながらっていうこともあったので、まずはその独学でどこまで取れるかなっていう感覚っていうのがまずは最初はありましたので、行政書士についてはまあ無事独学で取るところまで行けたんですけども、まあ、その後ですね、引き続き、行政書士取れたところでその場でまあ他の仕事、全く関係ない仕事ですが仕事もしていましたので、そこでそうですね、すぐに、仕事を辞めるっていうこともなかったっていう状況でもなかったので、まずはそこでできる限り、仕事をしながら自分で取れるところまでの資格っていうのをステップアップして取っていくっていう感覚でしたかね。実際に行政書士の勉強と司法書士の勉強違いましたか。そうですね、まあ、レベルもそうですね、まあ、量も量が違います。そうですね、でレックに来られて、はい、で私の講義を受けてくださってたんですよね、はい、でそれでかなりいい成績で、ね、合格されたというふうに伺って、非常にすごくスムーズに受けられたんだと思うんですけど、そうするともうお仕事は今は、はい、そうですね、去年の、司法書士の合格後に、まあ、司法書士としてこれからやっていくために仕事の方はそこで退職いたしまして、もうこれからは司法書士として、そうですね、はい、生きていこうというふうに思ってらっしゃる、はい、今合格後の研修の期間中ですので、はい、研修を受けながら今過ごしております。あれですか、仕事をしながら勉強されて1日どれぐらい勉強していましたか、時間的に。1日、そうですね、仕事がある日、長いと仕事がある日でも長いければ10時間近くやったこともあったと思います。仕事がある日ですか。仕事あってもやったことはあったと思います、まあ、直前期、まあ、平均的に言えば 5時間程度はでもやってたのかなと思いますけど。すごいですね、仕事をしながら受験される方非常に増えてきているんですけど、はい、久保田さんのように全く辞めずに、ね、直前期に辞めるっていう方は聞いたことありますけど、辞めずにずっとこう働いてで合格した後に辞められるっていうのは、はい、なかなか珍しいかなと思ったんですが、それでは
司法書士 の1年目とこう2年目、はい、独学の期間とレックを利用した期間で、予備校の通学に切り替えて、まあ、レックに切り替えて良かった点とかをちょっと教えていただければと。はい、まあ、そもそも1年目独学で勉強を始めたもので、まあ、それでどれだけできるかな、その当然始めた時にはそれで独学で受かりたいなっていう希望があって、目指していってたわけですけども、やっぱりどうしても一人で勉強する範囲ではなかなかその、さっきも言いましたけど短期間では無理かなと。このまま続けて、何年かかるか分からないし、4年5年続けていけば受かるのかなとは思いましたけど、やっぱりその1年2年というその短いスパンで合格しようと思う場合にはやっぱりその自分の力だけでは無理なのかな、独学では無理なのかなっていうのを一番感じました。で予備校に通ると、ね、仲間もいますしね。そうですね。で結局その独学の時に何が、その敗因だったのかなっていうことを考えた時にですね、やっぱり勉強の内容として、1年目のその勉強の独学の内容で、全くその方向性が間違ってたとかそういうことはなかったとは思うんですね。ある程度までの、勉強っていうのは身にはなってたと思うんですけど、その先、一歩進んで、実際にそれをこのあと次の試験、その次の試験ぐらいで受かろうっていうことを考えて勉強しようと思うと、やっぱりそのプロのノウハウといいますか、どういうふうに勉強したらいいのか、どこを勉強したらいいのか、どういうふうに組み立てていったらいいのかっていう、そのカリキュラム的なものとか、プロの指導みたいなものっていうのがやっぱり、不可欠なのかなと、そういうのを感じまして、そもそも予備校にレックに通ったっていうのはその、それプロの指導、プロの作ったカリキュラムっていうものがどうしても必要なのかなっていう感じがあって始めましたので、その通い始めてその中身ですね、授業、運の先生の授業とか、レックが作ってくださっているそのカリキュラムっていうものにやっぱり信頼を置いて、それをこなすっていうことで、道筋が見えたのかなっていう感じはしています。そうですね、レクはもうカリキュラムはね、もう完成しておりますからね、それに乗っかっていけば短期で、久保田さんのように短期で働きながらでも合格できるというね、そのまさに生きた証拠なんじゃないかなと思うんですが、ぜひね、レックに興味がある方はぜひいらしていただいて、で司法書士の資格のことですとか難易度ですとか、今久保田さんがご紹介してくださったような合格のためのカリキュラムなどいろいろご紹介できます。ぜひ司法書士に、そしてですね、まあ、その他の法律資格でももちろん、いいですが、興味がある方は、お近くのレックの各本校、ないしは、どうぞコールセンター等に、お問い合わせいただければなと思います。今日は行政書士からですね、司法書士にステップアップされた昨年の合格者の久保田さんをお招きして、少しお話を伺いました。それでは久保田さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。